はい、というわけで、今回重大発表ということで、なんかね見たことあるサムネですけど、事務所云々の話ではなくて、最近ね、某実況者さんたちが、まあ、プロゲーマー VS って感じの動画を上げてるじゃないですか。でまあそのコメント欄を見てると、まあ、初めてスカウトしたとか、何持ちなんだろうこの人たち、何持ちなんだろうとか、感度いくつとかっていうのがすごい見受けられまして、でまあ、今回のイベントで、まあ、すごいスカーズに対する、まあ、知名度っていうのはすごい伸びたと思いますし、まあ、自分ね、IW の発売日の翌日かな、スカーズと、まあ、2人でランクマイクっていう生放送をしたんですけど、まあ、全然みんなスカーズ知らなくて、で、まあ、閲覧もいつも通りで、あ、みんななんか COD プロっていうの興味ないのかなって、まあ、単純に IW 興味なかっただけかもしれないんですけど、COD プロってあんま興味ないのかなって、てかそもそも知らないんだなっていう風にちょっと自分は感じました。ただまあ今回のまあイベントでまあすごい認知されて、まあ興味もすごい湧いたんじゃないかなっていうことで、まあ今回ね、企画としてギリギリセブンっていうのをやっていこうかなと思います。まあギリギリセブンっていうのはまあ他のまあ実況者とコラボした時の企画なんですけど、まあそれはね今回やっていきたいと思います。でまあいわゆるね知ってる方は知ってるんですけど、まあ質問回答コーナーみたいな形で、で名前の通り、ギリギリ答えられるかのラインで質問していくって形です。もちろんね、全然さっき言った感じの、軽い感じのこう なんだろう感度いくつとか、COD の練習方法はみたいな感じでも構いません。はい、で今回ね、確定してきていただくのは、2名ということで、交流戦にも出てたハントさんで、そして交流戦にはいなかったんですけど、BO3 ベータ世界最速ニュークアウトと、日本人トップの、ドミノ記録かな、持ってる、ニコさん、この2人に来ていただきます。でまあ、だいぶ前のね、動画でもね話してますが、オフ会もねしたことあるぐらいこう昔からね、交流戦のある2人で、まあ、一緒に大会にも出てました。なので、硬い感じのねこうギクシャクしたラジオではなくて、本当にね、まあ、友人と会話する感じの、ラジオ形式で、やっていこうかなと思います。ただね結構真面目な質問はちゃんと僕も真面目にやっていこうかなと思いますので、よければね皆さん質問したいこととかあれば、ぜひともねこちらの動画の、コメント、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。再度ね説明しますが、皆さんからね、ぜひともこの2人に質問したいことあれば、ぜひともこちらの動画に、コメントしていただけたらなと思います。ちなみに2人とも、ドミミンですね。はい、なのでサーチとかの質問はちょっと控えていただけたらなと思いますが、まあ、やっぱりそのまあプロなんでね、そのサーチの立ち回り方っていうか、そのまあ COD の根本的なうまさとかっていうのを多分話せると思いますので、よければ皆さんがっつりガツガツとね踏み込んだ質問もしていただけたらなと思います。ちなみにゲストで元プロゲーマーの方呼べたら呼びます。あいつはスナイパーライフル、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 出会ったゴールゲッチュー、あんだ言えばお前、あれ、カウンター出せないのか、いや、希望こい、フラグオンラインは、からの、後ろ下がれ、お、倒した、池田、やった、これ何、何これ何、スパイダー、雲の皮、あ、来てください、やめろー、何のキーが動かない駐車止め。おーっしゃ、マジで嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え、違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。